着物をイメージしたその商品になりますね。帯として着物として見えるっていうのを商品でやったことがないんで、あ、面白いなとは思いました。このサイズなのにこんなに細かく入れちゃうのっていう感じでしたね。全部真ん中の帯を最初に削るんですよね。上下真ん中になるとまっすぐ引けるところを2回に分けて線入れなくちゃなんないっていう、ちょっと大変ですよね。一番下ちょっと丸くなってるところで合わせなくちゃいけないんで、ちょっとこう巻き気味にしないと線がそこまで伸びていかないんですよね。どうしても生地って色が下にたまるんで、色の生地が濃いとその近辺が見えづらい、精度が出づらくなってくるんで、ロックグラスとかのサイズだったらそんなに神経使わないで もう体が覚えてる感じがあるんですけど、あのサイズでぐいのみであそこまで手間かけちゃうと神経を使いすぎる。面白かったですけどね。だから、あー、いいんだこんなやっちゃってみたいな。売れてほしいなとは思いますけど、あんまやりたくないですかね